こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、地元の港に来て動画を撮っておりまして、まあちょっとね、風も気持ちよくて、まあ日差し、日向ではね、ちょっとね暑いなって感じはするんですけど、本当にねもう秋だなーなんてそのようにね思いながら、気持ちいい中ね、まあ動画を撮っているんですが、ちょっとね今日ね何話そうかなーなんて思ったんですが、自分のね引き寄せってね結構ね叶ってるんだなっていうようなね、そんなねことをね話そうかななんて思います。よくねなかなか引き寄せがね叶わないとかね、そんな風にね自分もね成功したいとかね、お金持ちになりたいとか、そんなことを言ってそれをね引き寄せたいみたいな、そんなことをね言ってるんですけど、なかなかねそれはねまだねまだ先だななんて、そんな風にね感じるんですが、過去をね振り返ると本当にねたくさんのねことがね引き寄せ叶ってる、自分のね願いっていうものが叶ってる、まあいいも悪いもっていうことなんですけど、じゃあねどんなことがね叶ってきたかっていうと、まずね僕ね本当に小学校か幼稚園かねどっちかもうわからない時にね盲腸の手術したんですけど、その時もね実はね中でちょっとねいや、まあ、行きたくないっていう時があった時に、仮病でお腹痛いっていうことをね言ったんですよね。そしたらね、まあ、すぐね病院にね親が連れてってくれて、まあ本当はね仮病でお腹も何も痛くなくて、ただねその場所に行きたくないっていうことでお腹が痛いって言って、そしたらねその場でね、まあ、盲腸炎ですねっていうことで、ね、すぐね盲腸の手術をしたっていう、しかもね腹膜炎っていうんですかね、まあ、盲腸がね破裂寸前だったっていう、自分はね何の症状もねなかった、本当にね仮病を使っていたのにそんなことに、ね、なってしまいました。それでね、まあ、学校、まあ、小学校高学年の時でしょうかね、本当に、まあ、これもね、まあ、病気がすごいね多い、仮病が多いんですけど、なんかね、まあ、学校に行きたくないとか、そんな時にね、まあ、頭痛いっていうようなことをね常にね言っていって、それで親はねやっぱ心配して、まあ、県立のね子ども病院ってところに行ったんですけど、結局原因が分かんない、そんなこともねあって、ただね、まあ、何でしたっけ、自律神経失調症っていうようなねそんな病名をついたんですけど、まあそれでね学校を何日も休めたっていうことがねあったんですけど、それはね後々自分がねずっと頭痛いっていうようなね仮病をね、まあことあるごとに使うようになっていて、それで19歳の時に、まあ、脳腫瘍をね発症してしまったっていうのは、もうそのね頭痛いって言えば学校休めるとかね仕事が休めるって、もうそれがね癖づいてしまっていて、頭痛いってずっと言ってたら脳腫瘍にねなってしまったっていうのもあります。それで中学校の時はね陸上部入ってて、まあ、一応長距離の選手だったんですけど、まあ顧問の先生がねすごい厳しい方で、まあ恐怖っていうかね、みんなからもね恐れられているような、そんなね先生だったんですけど、まあまあ、当時はね体罰とかそういったのもね、まあ、常習的にあって、自分はね本当に部活は休みたい、学校はね別に休みたいと思わなくなっていたんですけど、部活は休みたい、そんな時にね、まあ、足が痛いっていうようなね、そんなことをねずっとね言って、まあわざとね引きずったりして、まあ、休むようになって、それから親がねやっぱ病院行きなさいって言ってね、病院へ行ったら骨膜炎っていうね、なんかね骨にね、まあ、白い膜がねついてしまっている、そんな病気に、ね、なってしまっていたっていうようなね、そんなこともあって、それでね思い出に残るようなね体育祭っていうんですかね、運動会もね、まあ、休む羽目になったとかね、そんなこともありました。それで先ほど言ったね、まあ、脳腫瘍っていうのは本当にね、まあ、仕事を嫌いだったんで、ずっと仕事嫌いで、まあ、本当にね、夢も何もない、そんな時に仕事休みたいとかね、そんなことをね思っていたら、まあ、そのね脳腫瘍になったりとか、またね花粉症になって、まあ、花粉症はね、まあ、みんななるものかもしれないんですけど、その後ね花粉喘息ってなって、まあ、仕事を休めるね口実みたいな、そんなもので本当にね、まあ、その花粉症の時期は喘息になるっていうのもね、もしかしたらね自分がね仕事休みたいとかね、そんなことを常にね思っていたんじゃないかな、なんてそんなことも思ったりとか、まあ、うつ病になったのもね本当に、まあ、仕事休みたいなとかね、仕事嫌だなって、それをねずっと思ってると、まあ、うつ病になって、まあ、結局ね、まあ、診断書でもうつ病って診断されて、それでまあ
仕事をね休むことになって、そうするとねその休むってなるともうねうつ病治っちゃうんですよね。だからねもう本当に、まあ、癒し本当に、ね、心の病っていうか、それがね引き寄せかどうかって言ったらね疑問かもしれないんですけど、自分はねそうやってなんかね、まあ、嘘で固めてそうなると、まあ、それで、ね、休めればいいなみたいな、そんなことをね思うと、それがね本当にね、まあ、病気に、実際の病気になってしまったりとか、あと最後ね、まあ、毎日ね仕事が本当に嫌で嫌でしょうがない、そんな時にね、まあ、もうこのねドライバーの仕事嫌だななんて、そんな風にね思っていたら事故をねしてしまって、それでね結局最終的にドライバーを降ろされる、これもね願ったことを、まあ、自分がね願ってた通りにねなった、それでねまあ給料が下がっただなんだってね文句をね言うっていうようなね、そんなね本当に情けないね自分だったんですけど、今までずっとよくよく考えると全部ねなんかね自分の思い通りに、ね、なってきたんだなって、まあ それでね生活がね全然ボロボロな、ね、生活になってしまってるっていうのはねあるんですけど、もしかしたらねそのね今の生活もね決してねまあ、動画で話してるようになんか幸せを感じるとかそんなことやってるんですけど、まあ、金銭的なものはねそんなにね裕福ではないんですけど、まあ、じゃあ徐々にねこう何かねこう形になってきているものっていうのはねあるんですけど、まあ、そんなにねこうお金持ちにもねまだ慣れていないっていうような、まあ、経済的自由っていうかね、まあ、物心ともに豊かにはね慣れてないのかもしれないんですけど、徐々にねそうなってるっていうんですけど、なってるようにはね感じてはいるんですけど、それに慣れてないっていうのは実はね自分のねその願いっていうのがね今の状態、自分の状態っていうのは全てね叶ってる状態が今っていうようなね、そんな風にね思います。なのでね、まあ、自分がね例えばなんですけど、仕事今すごくね仕事が楽しくて、まあ、休みたいとかね、そんな今日仕事行くの嫌だなーなんて、そんなことねもう最近ほとんど、まあ、全くっていうほど思わなくなっていたのにもかかわらず、まあ、なんかねもう思っていないんですけど、なのにねこうもっとね収入上げたいとかね、まあ、もっとね楽な仕事まあ、言ってみればね不労所得みたいな、そんなのを得たいなーなんて、そんなことを思ってはいるんですけど、でもね今の生活でねとどまっているっていうのはやっぱりね、まあ、この生活でね満足してしまってる、あ、この程度でねいいかっていうようにね、まあ、潜在意識のねどっかにね思ってしまっているっていうことで、そういうね、今のねこう自分のね今のこの今っていうのがね自分にね、まあ、それがね願ってこうなってるんじゃないかななんて、そんなこと思います。じゃあね今後ねもっともっとで、ね、自分はね成長していきたい、まあ、幸せになりたいとかね幸運になりたいなんて、そんなことを言って、じゃあどうすればいいかって言ったらね、今までねこれがね全部ね叶ってきていたっていうのをね認めて、それをね常にね意識するっていうことをねするとね、本当にねまあ、今後もね自分が思ったことをねどんどん引き寄せられるっていうような、ね、そんなことになるんじゃないかななんて思います。まあそれでね常にねそれをね意識するにはどうすればいいかって言ったら、やっぱりねそれをね書く、今まで過去にあった引き寄せたこと全部ね書き出してみる、それでこれからね起こった引き寄せ、まあ先日ね自分はね100万円のね札の束をね本物を見まして、それでね写真に撮ったものをもらって、それでそれをね待ち受けにして、お金はあるっていうような言葉を入れて待ち受けにしたりとかしたら、すぐにね宝くじロトですけど当たったとかね、そんなこともあったりもねしましたので、まあとにかくねそういったことをねとにかく書いていく、まあ誰々さんに会いたいなって言ったら、実際本当にね会えたらそれを書く、全部ね書いていく、そうするとそれをねまたね何ヶ月後か1ヶ月とかね2ヶ月後、まあ、見返す、まあ、会った時に書けば書くたびに見直す、そうするとねそれがねあこんなに自分ってね願いが叶っているんだ、引き寄せているんだっていうようなことをね、まあ、認識できる、それをね認識するっていうことがね本当にね大事だなーなんてね思ったので、ちょっとね今日自分のね過去のね本当にまあ悪い引き寄せ、そっちはね過去に話してきた悪い引き寄せ、今考えると悪い引き寄せなんですけど、もしかしたらね自分にとってはね本当にいい、まあ願ってる叶ったりみたいな、そんなね引き寄せだったのかもしれないんですけど、まあネガティブなね、まあ、感情で、それでまあそれがね叶ってしまっていたっていうものなんですけど、そういったのも全部ね叶ってきている、じゃあねこれからもね自分が思ったことってほとんどね叶うんじゃないかななんて本当にね思うようにねなってきましたので、どん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 ねもっといいことをね
願って、それでそれをね叶えていきたいななんて思ったので、ちょっとね今日この話をしてみました。はい、ではね今日はね自分の港、自分のね住んでる地域のね港、ここちょっとすごいいい場所なんですけど、 こっち見ますとちょっとね鉄塔があってあるんですけど、富士山があって、それで港のねこういった綺麗な場所ですけど、船が止まったりしていますけど、本当にね、まあ、素晴らしいねこんな場所でね動画撮れて、なお本当にね幸せだなーなんて、そんなことも思っております。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。